能登半島地震で起こった津波災害について現場調査を行った研究者による講演会がきょう静岡市で開かれましたきょう県が主催する富士の国防災学講座が開かれ能登半島地震の津波災害をテーマに被災地で調査にあたった静岡大学の原田健二准教授が講演しました野戸半島地震で起きた 地面の隆起や火災などの被害を説明したほか地震で発生した海底地滑りによって予想よりも早く津波が到達したと見られていることなどを解説しました原田准教授は駿河湾でも海底地滑りが起きる可能性があると注意を呼びかけました4メートルの津波が来たらどんな風になってしまうのかというところこれをビジュアルでこう生々しく見れたことがとても勉強になりました 富士の国防災学講座は月に1回開催される予定です。